クロマックス。またまた本日の昼飯もなんかやってくれてますよこれ。何もそれガレージから持ってきて。何この映えるやつ。最高のやつ。あーこういうのね見たことあるよ。ねでもねあのチーズが凍ってたんですよ。ああそうね冷凍したからね。違うチーズの量。このチーズの量これね凍ってたからね。あれなんで、ね、わ、はい、かるわかる。こいあのラスボスです。これはね本当にとろけるチーズ。あーいい感じ。とろけるチーズ。あーいい感じ。とろけるチーズの方まあなるべく細かいの使いましたけど自分のはこれ。え俺それ食う。えマジっすか。だってほらいや量が少ないんだよ。デブの元じゃん。量が少ないから。そうなんだ。チーズちょうだい。もうやばいよな。これ大丈夫かけるか。かけなかったら死んじゃった。焦がした意味。ほんとにいいね。たまらんねこれね。いややばい。完成が楽しみでございます。これ完成するのもこれを焼けば完成です。よし焼ければ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 焦げてるやん。でも焦げてんじゃんもう。これはないひっくり返そう。あ両面こんがり系ね。両面こんがり系でいこう。あそうね両面こんがり系で硬いね。なんかねこういう感じでねあの毎日楽しんで食事をしている感じだよね。そうですね楽しみましょう。いやもったいもう人生楽しもうぜってやつ。あ情ブログだし某ブログさんだし。いやあの人生楽しもうぜあれねあれいいよ。あのポジティブな感じ自分すごく大好きで情ブログさん。ラスボス火の一番温度が高いのは先端じゃん。そうするとマジか。いやこういうなんつうんだろう火遊び好きな男の子多いと思うんだけど火って見ていつまで見ててもなそれ焚き火の時言うやつかな、うん、まあ確かにこれこれ楽しいんだね。うんそうだね。いい感じいい感じいい感じ。あとちょっと中の型角の部分ね。角の部分ね。角が出てきました。そうね、はい、いいね。え？あーいい匂い。あーいい匂い。こんな感じでまあ完成したら食してみましょう。はい、はい、ということでね映える感じで出来上がりましたこれ、はい、たまらん。ちょうどいい弱火でじっくりやったんで。ああ弱火でじっくりね。弱火でじっくりも大事ですね。大事だね、はい、ということでいただきたいと思います、はい、はい、ということでテラさん、はい、先行して実食いただきます。実食やばいね。食レポこれ。どうですか。絶対うまいでしょ。うんやたらチーズ入ってるけど、結構濃厚な感じでチーズまみれですね。これ焦がしてあるんですね。お前見てたから聞いてたからお前焦がしてるの知ってるやろ。え、なんかちょっと待って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 何してんの何してんのなんか何してんの。いや辛いの欲しい。あ、俺も欲しい俺も欲しい辛いの欲しい。イエーイ、なんかよくわかるの。結構かかったけど、うん、欲しい欲しい。アフターファイヤーするよ明日。明日アフターファイヤーするよ。ちょうどなこのくらいがいくのかな。いいね、いいね。これで味変わるかちょっと。どうよ。ファイヤーっすね。嘘つけよ。なんだよその。まあいいや食おうぜ、はい、そんな感じで今日も胃袋を満たしていただいてる、なんだっけ、この部屋、家の名前。あ、そう、クリエイターズハウスでした。はい。はい、バイバーイ。